はい。皆さん、こんばんにちは。そして、よろしくお願いします。朝の小雪です。それでは、原神やっていくよー、つって。まあ、今ね、ちょっとさ、イベント2がメインストーリー進めちゃったわ。ここなんだわ。いろいろありますよ。これは、タルタリアさんのやつで。新しく伝説任務来たよ。だところっすね。で、まあ、いろいろあるんですけど、この図鑑がありました。で、早速ガチャを引いたら、ベネットとディオの キャッツテールのバーテン。バーテンってことは、大人なんじゃない？ ノリババアなんじゃないの？ そういうわけですね。タルタリアさんは弾けなかったわ。残念。課金はしてないけど。こっから出るのかな？今、行幸様のね、お家に来てるよ。録画ボタンを押していなかったから、やっちまったなぁと思ってます。どう？もう決めた？ええ。決めたらそのまま取って結構よ。それから、軍玉閣で少し休みなさい。適度な休息も、旅には大事なことよ。ありがそう、とう、かビしアこドまらリーなくチていいわ。様。ビアドリーチ様。くぅ。持ってっちゃったけどいいのかね。あの壁に書かれているやつは金になるやつ。で、なんか前回のメインストーリーで言ってたもんね。やっちまったよ、もう。立ち上がらですんませんね。録画し忘れちゃったんだ。最悪だよ。だが PC って録画し忘れんだよな。やっちまうんだよな。どこだ？ここが。ここに何かがある。なんかワデューが、新規滅却の札の研究をしてるっぽいね。何が書かれてんの、それ。団長、亀の森すごいね。お宝、お宝。あれか？いっぱいいるんですけど。よう、ファディの旦那。なんでそんな敵が出てしまうんですか？ふるる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 る
全然立ち上ができないみたいな。はい、フーリア、オッケー。あ、見れちゃう。札と白紙の紙がたくさんあるぞ。何に使うんだろうな。偽物を作ろうとしている。この模様、どこかで見たような。そうだ、講師がくれた近畿滅却の札も同じ模様だったぞ。ふむ、仙人に関するものを講師が持ってるのも確かに怪しい。ああ、近畿滅却の札は目印として使うために作ったわけじゃないって龍雲釈風神君が言ってたよな。確か魔人戦争中に戦力を発揮するために作られたって。ファデュイが近畿滅却の札を書き写してるのは本物の効果を再現しようとしてるからか。戦争中に戦力を発揮する、危なそうだな。服
複雑だな。とにかく講師を警戒しないと。さて、そろそろ勝利と待ち合わせの時間だぞ。ここを出ないと。操船儀式準備の旅の終点、確か敵歌集だったよな。早く行こうぜ。敵歌集、まあこいつらと全員やり合うことはなかったな。ああ、だいぶだな。勝利さん、あ、いるね、勝利さん。ちなみにまだ勝利先生のね、ガチャはないです。いや、タルタリアさんのガチャしかないから。これね。国星が出てるのは、ストーリーでも国星が出たんですわ。やっちまったわ。時間通りだな、勝利先生。俺も今着いたところだ。軍玉閣はどうだった？すごーく広かったぞ。そして豪華。たくさんお金かけてるな。確かに、その点においてはリーウェイ一かもしれないな。行幸にもあったんだろ。どうだった？お金持ちで気前が良くて親切な人。こいつはオイラと違って素直に話すユーヘンの方が信頼できるって思ってるんだ。ユーヘンっていうのは国政さんね。おや、国政に会ったのか。国政、何か言われたか？仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければ、リーユエの未来はどうなるって言われたな。不敬だな。確かに同じ七世でも、何でも話す国政より行幸の方が典型的な商人だ。不敬罪でしょ。親切ではあるが、裏がどうなっているかはわからない。策略家だな。ああ彼女は実力で七世の座を手に入れたんだ。ただものじゃないぞ。軍玉閣はまさにその志の表れであり、彼女にとって二番目に大事なものだと聞いた。何があっても彼女は軍玉閣を捨てないだろう。軍玉閣が2番目？じゃあ1番は？モラさ。金。さすがだ。そうだ。ファデュイに関する話もしたぞ。帝君が殺害された後、ファデュイはリーユエで悪いことをたくさんしてるって。ファデュイはいつもそうだからな。想定のうちだ。想定内。ファデュイの目的は知らないが、彼らと接触するときはくれぐれも気をつけてくれ。そういえば敵歌集にも操船儀式に必要な品があるのか。ああ、今日は野生のルリユリを探すぞ。ルリユリ？なんでここで？玉境内にたくさんあるぞ。警察層にもあるって聞いたけど。そうだ、ピンバーヤに会った時彼女は花を見てた。彼女に聞いてみるか。いや、あれは人工栽培のもので使えないんだ。ルリユリはかつて敵歌集に大量にあってな、人々の歌声を聞く花なんだ。敵歌集は昔陸地だった。魔人戦争で山が崩れ陸が水没し、そのせいでルリユリはほとんど絶滅してしまった。今城内には人工栽培のものが残っている。だがそれでも野生のルリユリが完全に消失したわけではない。野生のルリユリの香りは濃く、粉にして衛生鋼の香炉に入れることが操船の伝統だ。しかし花を手に入れるにはお前の力が必要になる。まさか歌。ああ歌。お前の歌声が花の香りをより一段上げる。何？お前、歌は得意か？まあまあかな。本当かな。やってみればわかるさ。本当かなって。まあ、前回はさ、モナの話で終わったけど。
モナね伝説の任務ね、その続きっすよ一応。で話飛んじゃってるからさ、分からん人のために一応言ってくよ。録画し忘れたんだよ1時間ぐらい喋ってたのに。やるやるだよな、これ一発撮りじゃないと。もう一回できないでしょ、だって同じ任務。どこよ、あったわ、キノコしか取れてねえんだよさあ、お前の歌を聞かせてくれ。絶唱でも歌う原神のメインテーマ。なんだおい、投げ込んじゃねえ。まさかやー、まさか、モンドの歌はリーユエに通じない。あったー、やるやるだぜ。うるうるうるかー、うるうる強えんだよな。61レベルってあと1段階突破しないと無理だふざけやがって、草刈りじゃあ呪詛剤巻いたるそれじゃ意味ねえんじゃないか。こいつらを倒して出るやつが使えるんだ。ブルブルブル、大体種マシンガン撃ってきやがる。まずい、黒いやがれ。よし、ブルブル、燃えたろ燃えたろ燃える。ああ、いかん、くっ、危ねえ。おとなしくしやがる。はい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 、ガン。オーケー。ルリユリじゃないぞ、ルリユリは殴ったりしない。これはトリックフラワーという魔物だ。ん？この花弁、面白い。トリックフラワーはルリユリと長い間一緒に埋まっていたせいで、今や最高の薬剤となっている。花弁をしまっておこう。本当か？じゃあ花弁、この花弁は総選挙式で使えるか。パイモン消えてる、バグ。残念だが、できないないたわ。離れすぎだろ。あ、カングーだ。ルリユリをお探しですか？あ、お前、こんにちは、シャンディ思い出せない。いや、カングーでしょうよ。こんにちは、旅人。名前を覚えてくれたんですね。ところで、軍玉閣はどうでしたか？カオが生き方を教えてくれなかったせいで苦労したんだぞ。え、私教えていませんでしたか？道は他の人に聞いたんだ。みんな知ってるから言わなかったとか。はい、そりゃそうか。しまった、忘れてた。角生えてる。お、カン、なんか顔色が悪いぞ。それに最初に会った時とオーラも違う。あの時の厳しさがないというか。お、あの時は天柱の使者で、今は花見をしてるだけですから。花見？なんで城内じゃなくここでするんだ？緑境内は帝君聖居の場所、あそこで花見をするのは寂しいものですから。ここ数日緑境内で仕事するときは景色を見ないように窓を閉めてました。あ、ごめん、この話はやめとこう。まだ気持ちの整理ができてないんです。2000年前、魔人戦争が終わった後、最初の七神はリーユエで杯を交わしました。しかしそのうちの5人はすでに去っています。
帝君の魂が皇帝へと帰り、俗世にいる最初の七神はモンドのバルバトス様だけとなりました。他の五人、稲妻のライデン将軍を含め2000年前とは違います。ライデン、ライデン、今の俗世の七七世、最も若いスメールの宗神は500歳です。 500? 元王帝君は6000年以上も生きてきました。3700年の歴史を持つリーユエは、建立当初から帝君がいたゆえに神とのお別れを知らないのです。では、そのお別れについてどう思う？え、急に聞かれても、人として帝君のいないリーユエは今でも想像できません。仙人としていずれ受け入れなければならない事実だと思います。帝君の逝去は仙人とリーユエの契約の終わりを意味しますから。ん？今仙人って言ったか？私は人類と麒麟の根血、半分は仙人です。魔人戦争の時も帝君やリーユエのために戦いました。戦争が終わった後、私は帝君と契約を結び、歴代七世の秘書として今日まで働いてきました。どうりで必要なことを言わなかった。角があるわ。ね、他の話をしましょう。角が、そうだ、ルリユリですよね。キリンなのか。なるほど。野生のルリユリの場所を知ってます。キリンが来た。ちょうど今持ってますので、よかったらどうぞ。ではいただくぞ。え、カーンも歌ったのか？ええ、伝統はちゃんと把握してます。歌ったのはリーユエの民謡でしたから、ご安心を。おはん、さすがカーン、ありがとう。こちらこそ。まさか帝君の操船儀式の力になれるなんて、この出会いに感謝です。そろそろ戻ります。うまくいくといいですね。これで操船儀式に必要な準備は大体終わったぞ。花の剣は他のものより比較的簡単だから、最後に取っておいたんだ。うん、勝利がリーユエで商売したら、きっと起業の難しさも楽しいだろうな。そういう暮らしは過去にあったぞ。起業、開拓、何でも最初は難しいが、その分思いは込められる。しかし軌道に乗り、時間が経つとその感情は摩耗する。摩耗が多いと自分を見つめ直す必要が出てくる。でないと取り返しのつかないことになる。へえ、経験者は語るってやつだな。さて、用事は終わったし、そろそろリーユエ港に戻ろう。ちょっと戻ろうぜ。じゃあ行くぜ。ここだな。あ、アーディ天中。何があったんだ？戦艦軍がたくさんいるぞ。ファリュイも。いつもと雰囲気が違う。何かがあったようだ。念のため誰かに聞いてみよう。アディは通さないみたいな。ああ、お浄堂の勝利先生か。戦艦軍が我々を監視してる。今は非常時だ。先生も軽率な行動を控えた方がいい。非常時？ああ、絶雲の間の仙人が動いた。何かするつもりだ。避難しに来たのか。おそらく七星のうち数名が迎えに行った。まあ迎えというか、仙人たちを止めるというか。止める？双方とも強気に出てるから膠着状態なんだ。こうなるのも必然か。仙人たちが重要視するのは元神との契約だけだ。彼らが強引に攻めるならきっと止められないだろう。だがリーユエ七星が動かないわけがない。彼らが強気に出たせいで、人間と仙人の間にある矛盾点が一触即発の状態を作り出したんだよ。それでどうしてファデュイが避難の的に？
全部あの行幸のせいだ。嵐が来ようとする時こそファデュイの動向を徹底的に把握しろってさ。チッ、今さら俺らの行動を制限するって、七星も大したことないな。とにかく今さら勝利先生は孔子様の協力者だ。弱みを握られないように行動してほしい。どうやらリーユエコーの様々な矛盾が限界に達したみたいだな。何かできることは？それは特殊な中立的立場から仲裁したいのか、それともお前個人の武力で何かを変えたいという意味か。どちらにせよ簡単ではないだろうが。あ、そうだ、勝利先生、王城堂も巻き込まれて今戦艦軍と対峙してると聞いたよ。まずい、私は王城堂に戻らせてもらう。風同士がうまく対応しているといいんだが、トラブルはごめんだ旅人。一触即発の爆発を止めるより新艦はどこにあるかお前も考えてみるといい。ふう、ファデュイと仲良しになるとメリットもトラブルもつきものだな。それで勝利が言った新艦ってなんだろうな。他へいつもお金くれる人いつもお金くれる人。なるほど、確かにこういうトラブルを楽しみにしてるやつといえばあいつしか思いつかないもんな。タルタリア ATM、 きっとみんなが忙しい時を狙って悪いことしてるぞ。でもどこに行けば会えると思う？こういうどこもかしこも混乱に陥っている時、彼はどこに行くんだ？ついてこい、ディルックの旦那に。ディルックの旦那。意外と敷地まで飛ぶな。頼もう頼もう。なんでここだけそんな余裕でいけるんだ。大声やだろ。なんでダンジョンなんだ。ここが大声やか。見た目も立派だけど中はもっと豪華だな。しかもあちこちモラだらけだ。テイワットのモラが全部ここで作られてるなら少しくらい失敬してもバレたりしないよな。そう簡単に攻めたら大問題になって。罠だったのか。危なかった、助かったぜ。もらえなくても至近距離で眺めるのは大丈夫だよな。できれば中で眠りたいな。モラのお布団、いい夢が見れそうだ。そうだ、金風呂じゃい、大事な用があるんだった。札束風呂みたいな。にしても静かすぎないか。先祖の亡骸は大事なものだろ。警備とかいないのか。え、見ろ、なんだあれ。戦艦軍だ。嫌な予感がする。これはやられてますね。早く先祖の亡骸の状況を確認しよう。あれじゃないの、あれ。よし、行くぜ。オトカルジャイ。ジャリンジャリンあるね。登れね。明らかに戦闘っぽいけど。案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら家中に飛び込むんだい？ん？誰だ？ルトリアさん。君たちがファデュイなら、女皇から報酬をもらえるかもしれないが。残念ながら今の君たちは、ただの邪魔者だよ。どうしてここ？どこから話そうかな。遠回りは俺のスタイルじゃなかったんだけど、
まさかリーウェイに着いた途端に元神が死んでその亡骸まで隠されるなんてね。でも君たちの操船儀式のおかげで面倒ごとになる前に情報をつかめた。モラの製造を止めてまで先祖の亡骸を隠すだなんて七星も本気だな。まさかお前も神の心を狙ってるのか。ファリュイの第11位の執行官として俺は氷の女皇の意志に従う。女皇が欲するものは必ず手に入れる。許せん。誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。取引や駆け引きの時間は終わった。小細工を使うのは好きじゃないが女皇のために俺は我慢したよ。ここからはもっと単純で楽しいことをしよう。戦いだ。戦い？戦じゃ。まさか喧嘩が好きなのか。そうだね。淑女はモンドの大聖堂で神を襲い、そして足早に姿を消した。君と戦うよりも氷雪で君の行動を封じたのは戦いの音で騎士たちが集まるのを忌避したからだ。強者に対して彼女は利益や勝ち負け、その後の影響を優先する。だが俺が執行官になった最大の楽しみは強者と戦える点にある。モンドの時みたいに思い通りにはさせないぞ。ああ、やってみるといいさ、旅人。俺は君を殺さない。俺は戦闘の快楽を味わいたいだけなんだ。付き合ってくれ。君は俺に勝てない。だから勝ち負けではなく俺と同じ戦いを楽しめばいい。そういえば理解できるかな。当てない。よし、君もその気なら俺を楽しませてくれよ。時間がぜひ来い。せっかくのチャンスだ。実力を見せてくれ。ファリュイの執行官と戦えるなんて滅多にない。実力だ。失望させないでくれよ。もっと早く逃げた方がいい。ほれ、へぇ、行くぜ。らしくないね。ほれ、せよ。回復させてもらうぜ。これ。早く、風邪ひくなよ。布団かけて寝ろよ。寝ろよ。悪くないね。入った、入った、入った。なんかもう下がってるのかな。どけ、どけ。あった。やった。少しは成長したようだ。逃げ足が速いようだね。はいはい、木を読み違えてるよ。おとなしく散策。あら、ナブラッククローバーだ。これを試してみようか。アルガンメンド。悪くないね。俺相手によくここまで持った。これほどの実力。前回くしゃった。淑女は君を警戒するわ。私やりも使うんだけど。俺も本気を出させてもらうよ。それくらいの式。俺の本気は君にとって何に乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。あらあら、セビロ関師団が相手しますわよ。狂乱のごとく疾風怒涛。むしろこれはどうだい。これうわお楽しみはこれから。これで即回復できる。どこで、飯食えよ。バフかけるよ。これは強いな、サルテリアさん。返
回避だけじゃダメだよ。この程度の傷、無駄だ。危ねえ。すりつぶすよ。痛いけどあんまり食らわない。来るな。これ来る。あれ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 、スルスル判決を。あれ、やるじゃないか。ああ、形エルサイム、俺の番だ。前のターンが終わる。キュア、うる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 やるじゃないか。これスルクスルスル、よし、いったぜ。勝ったのに。ああ、その剣筋確かに面白い。だが、ここまでだ。風？君、案外やるね。劣勢を利用して先祖の日柄に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。では、モラクスの神の心は俺が。スクラガン。なるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。第三形態。君が先に神の心を手に入れる。やれやれだぜ。俺よりも早く。自然に団長。いや、どちらにせよ、僕の手を出すまで神の心を生きていくか。ありがとう。だれ、行くぜ。陽光さんかな。ダメだ、勝てません。またここからなんだ、最悪じゃん。だよ、第三形態までやったのに。案内人としての。はい、来たー。バーバラ死んでる。君がそれに考えたどうすればいい。ツン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 。
2回攻撃やめる。この瞬間お前は永遠を手にする。やばいやばい。ドアあその裏にも雨だめか。これ危ねえ、危ない。砕け散れ。行けー、危ない。はい、ひどい。なんでまだだ。やめろー。おとなしいところにしておけ。あーやばい、やばい。はい、あぶない。範囲広。これあぶない。みんなを守るから。よっほっはっ、やれ。はい、はいはいはい。あーもう、あーもう行かーん、行かーん、行かーん、行かーん。くん、くん、くん、おとなしくしなきゃ。ちくん、あぶれー、あぶれー、あぶれー。いい、こいつはどう？お前ってほミュージック。砕けろ。うわぁ、トラ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 。ああもう遠いんだ。おとなしくしやがれ。またかよ。くん、あーうわー、危ねー。ブリックの旦那キューよし。あー、泣いた泣いた。砕け散れ。あ、どうした。そろそろ落ち着かないと。さっきの魔王武装は体への負担が大きい。そのせいで考える余裕もなかった。よくよく考えれば君たちが先に神の心を奪う可能性は確かにない。神の心の剣は君たちと無関係なんだろう。そうだ、だから違うって言っただろう。旅人、今日君が見せた実力はモンドで宿女が君に下した評価よりもずっと強い。どうしてかな。どうしてかな。かつての力。その様子じゃ心当たりはあるんだね。かつての力でそんな強いんだね。俺には言えないか。どうやらこの好奇心は抑えておくしかないようだ。君との戦いはとても良かったよ。俺にとって強さを追求する者はみんな理解し合う友だ。まあ友情の形はやり合うことになるけど。変わった価値観だな。さて今はそんな世間話は一旦置いて任務に戻らないと。
神の心がここにないのなら、最初から先祖の亡骸の中には存在しないのか。というより、先祖の亡骸自体、目をくらます手段かもしれない。あ、それって…偽物だってこと？おそらくね。それが本当なら、面白い。偽物。さすが商業の都の守護神、契約以外の小細工にも詳しいんだな。となると予備プランを使うしかない。予備プラン？プラン B で弱者に影響を及ぼすから、本来だったら使いたくないんだけど、所詮この世界は強さを追求する者のためにあるからね。弱者を気にしている余裕なんてない。それにファーティスは手段を選ばない。子供だって嫌いなものを食べなきゃいけない時があるだろ。それで一体何をするつもりだ？幸運閣の下で眠る魔人を呼び覚ます。魔人？渦の魔人オセル。魔人戦争で岩の魔人モラクスに敗れ、海中に封印されてる。そんな魔人が神のいないリーウェコを襲ったら、俺たちを散々もてあそんだ岩王帝君様もこれ以上見て見ぬふりはできないだろうね。でも魔人戦争は2000年前に終わったんだぞ。七神しかいない今、昔の魔人をどう呼び覚ます手段があるに決まってるだろ。ああ、禁忌滅却の札。思い出したぞ、ファデュイがそれを研究してるって。本物をコピー。その通り。君たちに渡したのはこの研究の副産物だよ。これほどの力を持つ禁忌滅却の札に、女皇がくれた執行官の力、岩の槍による封印を一時的に解除するのもできなくはないだろうね。俺にとって上古魔人の力を使うこと自体面白くないし、俺の心情にも欠けるけど、あの眼神だけでなく君たちまで動かないといけなくなるって考えると、それなりに面白い。チュンチュン、嵐が来るオーバー。ファルネウスみたい。神を失った国はジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーウェの人と一緒に溺死するつもりなら俺は止めないけど。おい、見失った。あいつ早すぎる。おい、なんだあれ。行幸様だ。あれ、魔人なんだ。ウロボルスみたい。しんどいわ、タルタリアさんよ。あれ、まだあんのこれ。疲れた。第4形態みたいな。黄金屋を出た時に軍玉閣を見てなかったら、どこに行けばいいかわからなかったな。間に合ったよな。渦の魔人はまだリーユエコーに上陸してないよな。お前たち、なぜここに。あ、仙人たちだ。仙人がいっぱいいる。どうして軍玉閣にいるんだ。七星と喧嘩したって聞いたけど、もう解決したのか。互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーユエを守るべきだと、そうなったのよ。ふん、なるほどな。こんなにも距離が離れてるのに、あの渦の魔人をチラッと見ただけで息が詰まりそうだ。戦艦軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。いらっしゃい。上古魔人の威圧は一般人にとって有害なようね。北入さん。だからこそ
の化け物をリユエコーに近づけさせるわけにはいかない。怖い。2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってたのか。今ここにいる七星、戦艦軍、それと仙人たちの力を合わせればあの魔人を倒せそうか。話し合ったけど、それはわからないわ。嘘だろ。でもリーユエを守る仙人と七星だろ。何か方法はないのか。方法はある。奇襲機の剣で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場にいるのだ。仙人の装置、凡人にはわかるまい。だがわらわが少し手を加えれば想像を超える改良もたやすいこと。これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで新奇襲機で魔人と戦えるわ。善は急げ、今が決戦の時よ。作戦開始。作戦開始。テレポートしよう。出てきた。奇襲機に向かってきたぞ。どっから出てきたの。国勢さん、仙人たちが奇襲機を操作してる。やるやるだ。加入に邪魔させるな。やめろ。あ、失敗した。最悪。奇襲機を操作してる。ファデューに邪魔させるな。動ける兵士は私についてきなさい。オイラたちも手伝うぞ。数千年ぶりに魔人との出会わせ、さあ来い。お前たちの本気を見せてくれ。おとなしくしやがって。
で元気を出しておくれ。
落ちる。気をつけろ。奇襲機が壊された以上、反撃は厳しい。しかし軍力核は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策があるわ。教皇様、それは。軍力核を放棄する。どういう考えで。分かった。旅人、助力を願おう。さらば、我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。さらば。爆弾かよ。不吉な気配は確かに消えたな。禁忌滅却の札の力は永久ではない。奴は軍玉閣によって再び古雲閣のもとに封印されたようだ。渦の魔人でも簡単には逃げられぬ。ご協力感謝します。皆様がここにいなかったら、リユエコーはどうなっていたか。今更機嫌を取らなくてもよい。わらわたちとて偶然ここにいるわけではない。忘れたとは言わせぬぞ。龍雲や、そこまで言わなくてもよいじゃろ。行幸が商売を始めた時から限りある収入で軍玉閣の建設に取り掛かったと聞いた。最初は一部屋だけだったのに増築を重ね、今のような宮殿を作り上げたそうじゃ。彼女にとってあれは商人として、そして七星の支えとして、また彼女の人生そのものであるじゃろう。軍玉閣が壊れたのは彼女にとってはかなりの痛手じゃろうな。これほどの協力と犠牲は賞賛に値するはずじゃ。いいえ、交渉の手段として使えることこそ誉れです。私のためにわざわざありがとうございます。皆様がここにいらした理由も分かってます。しかし譲歩はできません。おや、3700年皆様が帝君とリーウェを守る契約を結んでから3700年が経ちました。リーウェの土地は盤石のように固く、千年前と少しも変わりありません。しかし、リーウェはまだ、3700年前のリーウェというわけではないんです。この土地だけではなく、この都市、そして人々にも、目を向けてください。我らの守り方を疑っておるのか。そういうわけではなく、先輩方にもう一度、リーウェのために考えてほしいのです。先輩とはな。わらわたちにとって七星など先輩後輩もないわ。今朝帝君の夢を見ました。私は凡人だけど、七星としての契約がある。歴代七星の積み重ねは必ず価値のあるものになる。帝君の導きのもと、私たちは人間の世界で必死に生き、貿易という名の契約の網を作ったと
夢の中で彼に伝えたかった。でも目が覚めるまで何も言えませんでした。京子、傍観者としてお前たちはどう思う？そうだな、これはモンドで起きたこと、四風守護と風神の民の間の話だ。風神は彼らの対立を止めたかった。対立が残すのは心の傷だけ、メリットは何もないから。属性の七国それぞれ難点があるのね。確かに簡単な道理だが、仙人として協力してくれた異邦人の行為を無駄にはできぬ。まあこの年の人々に目を向けてほしいと行幸も言ったんじゃろ。バーヤはそうした。あんたたちもしてみないかい？バーヤ、バーヤ何者なんだ？皆様、この度はありがとうございました。仙人か。何者だ？仙岩軍隊長アイガン、礼を言いに参りました。モブさん、これが最後の戦いになるかと思いましたが皆様のおかげで最悪の事態は免れました。最後の戦いってなんだ？私は一兵士ですが、これからも全力でリーユエを守り、このご恩をお返しします。牛仙あれ、みんな元気ないね。ちゃんちゃん、あの怪獣を倒したのに。怖くなかったのかい？危なかったんじゃよ。怖くないよ。仙岩軍のおじさんたちも、神の目を持つ大人たちも、あとリーユへのみんながいるもん。危険な時みんなちゃんちゃんを守ってくれる。普段も美味しいものや面白いものを作ってくれるもん。あ、そこのお兄さん、守ってくれてありがとう。次の怪盗祭また来てよ。いけないな。え？いけない、我は仙人だから。そっか、仙人も大変だね。みんな、これが今の時代じゃ。契約の国は仙人に感謝せねばならん。しかしここ数年、仙人の力を頼らずとも、リーユエは安定しておる。凡人と呼ばれた人々は無力じゃが、思いは強い。神とリーユエの契約は昔のことじゃ。今はもう、リーユエと人の契約の時代じゃよ。港にいるだけで違和感を覚え、しっくり来ぬぞ。お前はどうだ、龍雲？わらわに聞くな。先に避難を言い出したのはわらわではない。あれ、仙人たちの雰囲気がなんだか変わったぞ。戻ろう。コーマ大勢コーマ大勢の意図はわかるぞ。久しぶりのリーユエ、記憶と大きく違う。私がここの契約を理解したとき、リーユエはまた違う顔を見せるだろうな。まあよい、帰るぞ。ゲセン。ふん、皆がそう言うなら我も執着はせぬ。だが我らが去った後、リーウェ七世が横暴な振る舞いをせぬか心配だ。さあさ、昨月も戻るがよい。その監督の権利はリーユエ万民に任せるんじゃ。人間と仙人の危機もこれで無事終了だな。ちゃんちゃんですか？あ、そうだ、まだ一つ解決してないことがあるんだった。この危機、孔子が魔人を呼び起こした理由は岩王帝君をおびき出すためだったよな。危機は去ったけど、岩王帝君は姿を見せてない。あの神の死は一体どういうことだったんだ？どうにもこうにもなりませんね。オイラたちが準備した送る相手のいない操船儀式が今
唯一の手がかりかな。ギリ勝てるレベルだよ。とりあえず王城堂に行って勝利に聞いてみよう。そうですねつって。というわけで今回はこの辺にしてえと思います。長くなった。2、3回死んでるから2回か2回死んでますね。このレベルじゃきっついわ。やはり課金しなければ強くないと。はい、それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。